お待たせしました、いやお待たせしすぎたのかもしれません。ワールドトロフィー本大会決勝トーナメント決勝戦、なんと日本対イランでございます。これはどっちが勝ってもアジアの優勝と。こんな日が、私がこんな幸せでいいんでしょうか。こんな日が来ると、そんな日が来るというのを、私がこんなにも幸せでいいんでしょうか。でもさ、アジア予選でも多分ね、イランと戦ったことないから、意外と初顔合わせかもしれない、このワールドカップ決勝という舞台で。さあ、体調も万全、出場停止等選手が欠けることもなく、ワールドカップ決勝の舞台まで来ました。相手はイラン、アブドラザ、ベラニバ、ハクブール、アザディス、ハゲブカリ、ジャナイデ、ティティリ、アリレザリ、マジンニア、マジュニア、ダキアディ、ダヨーン。うん、でも言うてもだな、言うてもだぞ、これ全然やっぱイタリアとかさ、ドイツとかの方が全然上だで、さすがに。こんな大会で A か、 A のんか。さあ、日本のメンバー、三橋英二郎、石川京、内海明彦、市川大輔、中村忠、中田英寿、前園正清、石塚啓司、新庄正明、西田直、太田光、ベストメンバー、ワールドカップ決勝の舞台までやってまいりました。さあ行こう、さあ行こう、頂点へ。まずは一旦、ああちょっとユニフォーム白すぎ問題、ユニフォーム白すぎ問題、今日青でよかったんじゃないか。太田、惜しい。ただ攻めてはいる、攻めてはいる、序盤攻めてはいる。ここは1回遠目、1回ね、オープニングシュート打ってこう、こっちが。あー、ダメか、ダメでしたか。よしよしよし、ナイスカット、ナイスカットよ、ナイスカットよ。ここ1回オープニングシュート打ってこう。ナイス、いいよいいよ、悪くない悪くない。まずはこっからでも俺たちは狙っていくぞというね、意思表示、威嚇射撃しといて、どっかで遠目、遠目、やった遠目決まるぞ結構。これ遠目の方がいいんじゃね、これ本数打った方がさ、これ多分確率なんだよこれ、結局 30% ぐらいの。だからいかに本数打つかの方が大事な気がする。あのさ、いかに近づいてアップね1対1にしてもさ、 PK にしても外すから、結局 2、3本。危ない、危ない、ナイス石川、ナイスカバー、ナイスカバー、ナイスカバー、守れ、みんなで守れ、みんなで守れ、みんなで守れよ。オッケー、ナイスナイスナイス、カウンター、カウンター、カウンター、オッケーオッケーオッケー、もう一回打たそう、もう一回ちょっと流れをこっちに持ってこい。いやバンディエラ石だ。2対0はでかすぎる、マジか。いや、あ、いやいやいや、奪いだな、奪いだな、ここはこれ2対0でしっかり終わらそう、2対0でしっかり終わらす、それが一番重要。ここは欲を書いてはいけない、時間を潰してくれればいい。オッケーオッケーオッケー、まあいいでしょ、まあいいでしょ、まあいいでしょ。あーっと、ちょっとそ、あー、ちょっと怖いね、ちょっと怖いね、ちょっと怖いっすね。ちょっと、ナイスカット、ナイスカット。中田いいよ。アンカーに入ってる中田。一発ある。いやー、くそ、惜しい。いや、危ない危ない危ない。よし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 、ナイス。こ、遠目、こ、遠目。いや、切り替え。いや、どっちだ。遠目、こ、遠目だ。もう行っていけ、もう行っていけ、もう行っていけ。いやー、悪くない悪くない。オッケーオッケー、OK OK、ナイスシュート、ナイスシュート。全然ね、あの枠は外れてたけど、ナイスシュート。そこはいい、そこはいい、オッケー。そこはいいよ、そこはいいよ。ちょっと、長ない、長ない。長ない、オッケー。さあ、太田のスタミナが若干心配だが、交代なし、とりあえずな。ちょっと2点はまだまだっていうところがあるから、延長も見据えてまだ交代なし。あ、これ1回打たそうか、後半のオープニングシュート。どっかで打ってよかったけどな。うーん、ちょっと後半の入りは五分五分といった流れか、五分五分の木か、五分五分の実か。いいよ、危ない、いや、うわく、ちょっと待って、どこだ、いや、遠目が見つからなかった、すまん、みんなごめん、遠目が見つからなかった、遠目が見つからへんかった。よし、待て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 、危ないぞ、危ねえ、ナイス、危ねえ。24分経過、半分が来たぞ、半分が来たぞ。ただちょっと押されてるな、後半。ここは1回シュートを見せつけろ、シュートを見せつけろ、1回じゃあどうする、どうする、どうする、止め止め止め、1回で1回で1回で、まず1回と、まず1回と、よしよしよし、まあ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 、まあ、後半ね、ちょっとシュート打ててなかったんで、こっちもね、もう1点ね、決めて、あの、決めに行くぞっていう姿勢、決めに行っちゃうよと、守ってるだけじゃないよというところを見せる。ちょっと遠目にセッティングしといて、いけいけ、打て打て、新庄打て打て、くっそバカ、打ってけよ、打ってけ打ってけ。ただ相手疲れてるぞ、かなり。さあ45分、時計は45分、打ってもいいぞ打ってもいいぞ打ってもいいぞ、優勝がそこまで来てる、優勝がそこまで来ている来ている。いや最後に石田なのか、外していくマジで PK 決まんねえこのゲーム、流れの中の PK 決まんなすぎだろこれ。さあさあさあ、終わるぞ終わるぞ終わるぞ、止め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 、打て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 打って終われ打って終われ、守って終われ守って終われ守って終われ、
守って終わろう。うわあちょっと、まあ1点あげますか最後、どうしますか、任せます君たちに。危ないですね、危ないですね。バーを叩いて攻め込まれてはいるが、あと投がない、投がない、やした。え、決勝トーナメント進出者って書いてなかった、どういうこと、来たのか。なんかさ、小北はさ、このなんかフォーマットも分かりづらいしさ、メッセージもなんか間違ってなかった今。やったぞ、日本代表がワールドカップ制したぞこれ。来たぞこの日が。お前は誰だ一体。これさ、この前さ、この膝スライディングしててさ、めっちゃあのダフってさ、あの地面ボコってなってる人いたけどさ、あれ大丈夫そう。あれさ、いつかああなるんじゃないかって、滑らずにさ、地面にボコってなってさ、膝言わすんじゃないかって思ってたけどさ、あれ大丈夫か、怪我するぜあれ。やったー、うわーやー、ほぼベルディ。前園でしょ、石塚いたでしょ、で一応財前とか山口とか栗原とか残ったままで来れたな。エンディングかー。あーでもなんかガキの頃にやってたよりかは意外と簡単だったな。なんかガキの頃すげえ難かったイメージあるけど、意外と簡単だったね。プランナーエイトラ、エイトラー、いや意外と簡単だったわ。まあでもな、ちょっとね、やっぱ時間はかかるな、さすがに1年回すのに。で結局多分 J リーグはめちゃくちゃ簡単だから、ちょっとね、時をね回すのが結構時間かかりますね。時を回すのが億劫になってくるね。そんな感じでさ、多分ガキの頃もね、まあ1年ないし2年やってやめちゃうみたいな。小沢つばい高行、小沢つばい高行いたんだ、デザイナーに。右下は一生リフティングさせられてるけど大丈夫そう。そう、やっぱ時をね回していくのが結構時間かかっちゃって、多分ガキの頃やめちゃって、でね、なんかもうちょい難しいイメージあったんだけど、あのカウンターが多分強いわ、なんか知んないけど、カウンターが強くて、あ、じゃあここでね一応攻略置いときたいと思います。おそらく戦術はカウンターが強いです。で、フォーメーションはね、3バック若干心もたないな。4バックにして、2センターを中心に寄せて、で、サイドバックも、まあ、中心に寄せて、ほぼほぼサイド攻撃ないから、たまになんかサイド崩してきて、上げられて、結構ね、ボコられるケースもあるけど、そんなあの J リーグでね、全試合、1シーズン全試合あった中で、多分あってシーズンに1回か2回だから、そこをケアするよりかは、やっぱり真ん中に寄せて、あ、大島司ですたな、シュートの、さすがに。大島司の絵が好きなんですよね。まあ結局、大したシュートキャラ使えなかったけど、まあ、三橋来てくれて、キーパー安定して、で、最後の最後に、ディフェンダーちょっとね、高齢化でさ、枚数いなかったから、内海が来てくれて、まあちょうどよかったわ。そう、そんな感じで、まあディフェンスは、あの、2センターを、4バックの2センターを中心に寄せて、サイドバックも中心に寄せて、で、ラインなんだよな、ラインは上げ気味でいいと思うんだよな。まあ、安定を取って5ドットラインを上げるみたいな感じですかね。で、まあ、4-3-3のワンボラでいって、まあ、ミッドフィルダーもやや中心に寄せて、で、高さは、まあ、アンカーやや下げて、オフェンシブハーフちょい上げてぐらいでいいと思う。ほぼほぼ同じポジションで OK、デフォルトで OK で。で、3トップも、あの、中心に寄せる感じですね。結局、相手のね、あの、4バックとか5バックとかのサイドバック、意味をなしてないから、サイドのディフェンダーが。中央に寄せて中央をご利用した方がいいと思いますね。なのでカウンターと、4バック、まあ、あとミッドフィルダーフォワードの枚数はまあ任せますって感じですかね。さあ日本代表ワールドカップを制覇、まさかのアジア対決イランを破って優勝と。石田が最後決めたのは結構ね、うわなんということなんだ。ベルギー、デンマーク、ブラジル、イラン、ジャマイカ、アルゼンチン、アメリカ、メキシコ、コロンビア、ドイツ、イタリア、日本、ブルガリア、韓国、オランダというね、決勝トーナメント進出ではあったが、初戦イタリアを2対1、ベスト8をドイツを3対0、そして逆山は韓国、ウズベクになっていて、ウズベクが上がってきて、ウズベクを準決勝3対1で撃破。逆サイドは、ベルギーが PK で勝って、で、グループステージ敗退したブラジルをイランが4-1で破ってんのか、ふざけんなよ。マジか。そしてアルゼンチン対ジャマイカもジャマイカが1対0。で、北中米対決、アメリカ、メキシコ、メキシコが勝利。で、そのメキシコ、ジャマイカが5対1でボコると。そして、ベルギーをイランが4対2で撃破。そして、破竹の池で勝ち上がってきたジャマイカをイランが2対1でボコって、決勝イラン対日本2対0。日本の勝利で幕を閉じると。
いや、いけたか。2回目のワールドカップ参戦で日本代表見事ワールドカップ優勝でございます。君たちの活躍によって見事ワールドトロフィー、いやワールドカップを優勝することができました。君たちだからこそ優勝できたようなもんだよ。本当にありがとう。それでは乾杯。乾杯。監督の乾杯の挨拶とともにビールかけが始まり、スタッフ全員で優勝の喜びを分かち合った。分かち合ったという夫を見たのじゃっていう終わりじゃないよね。大丈夫か。監督やったのをやはりビールかけをすると優勝したんだなって気分になるね。次回もこれができるようにもっと精進しなければならんのという夢を見たのじゃとでも思ったか。そのどちらかじゃないか。大丈夫かこれ。本当かこれは。現実か。ワールドトロフィーアジア代表予選リーグ、うわでもさ、エイジア予選をかなり苦戦したよね。かなり苦戦した記憶がある。え、最初どうだったっけな。なんか引き分けスタートとかなんかそんな感じだったっけな。なんか序盤の1節2節3節ぐらいが1勝1敗1分けみたいな、そんな感じだった気がするな。で後に調子を上げてって結局首位通過。あ、なんでここでこれ見れるんだよ。ちょっと待って、あの新聞の時にこれ見させろよ。お前これがあったらどんだけ楽か分かってねえだろう。これなんだよ、これじゃよ、見たかったのは。日本1位3勝2分け1敗11得点5失点。あーでも結構なんか序盤失点したけど、折り返しの4節ぐらいからは結構安定してきたのかな。サウジが4位、 UAE3 位、ウズベクなんか強いんだよな。3勝0分け3敗か。分けがなかったのが結構あれだけど、一応まくって首位通過。ワールドフィー本大会予選リーグ、うわーでもこれよく抜けたな。ブラジル、日本、クロアチア、フランス。1位、ブラジル3連勝で1位通過、8得点4失点。日本もでも一応2失点に抑えてるのか、守備が硬かったんだな。2勝1敗クロアチア3連敗、フランスが1勝2敗と。なるほどですね。つうかこれをさ新聞に書いてくれ、マジでクソ分かりやすいじゃねえかよ。何かさあ決勝トーナメント、日本1回戦イタリアを2対1撃破、2回戦ドイツを3対0。さあベスト4がまさかのウズベキスタン、ここでアウトはなということで3対1撃破。そして決勝はまさかの逆山からイランと、そして2対0で撃破、そして優勝。うわーマジか。一番はこれを見せてくださいっていう、これを見たかったわ大会中に。データ確認のコーナー。監督データはどうなった。あーでも SSSS にはなったか。あーでもフォワード練習、ミッドフィルダー練習、ゴールキーパー練習、逆境が上がってないとかそんな感じか。スキル方面は、カウンターアタックマジで一本やりだったな。433一本やり。指示コマンドは結局、あ、でも全部取ったのかな。何が何だか結局あんまり分かんなかったな。まあとにかく奪えと、まあ遠目から打てば結構効果を感じたような気がするな。ガチで遠目から打ってるような気がしている。そんな感じっすね。あ、レコード。最高連勝記録59試合、最高連敗。あ、でも2連敗したのか。1試合平均得点 4.15、1試合平均失点 0.67、1試合最多得点9、記録した相手アビスパ福岡、1試合最多失点4、あ、FC イタリア、1試合最多得点者、ギックスアビスパ福岡、1試合最多ラストパス前園正清ベルマーレ平塚、1試合最多ファール14回ジュビロ岩田。何かあったんでしょう。お、あ、これあったんだ。個人得点表、前園141、うわでも石田132。まあ、でも言うて石田多分1期生ぐらいだから、ゾノと結局1シーズンぐらいと1シーズンぐらいの差かな。あで、え、新庄はまあまあ2、3年ぐらい石田の後の気がするから107得点はすごいね。石塚も32点か。わ、太田光取ってないんだな意外と。え、待って、なんでギグスとかさ、ギグスとか記録されてないんだろう。ギグス取ったでしょ結構。それこそさっきさ1試合最多得点みたいなのに入ってたから。うわ、なんかギグスは見れないな。なるほど。あ、でも石塚はまあまあ初期から意外と頑張ってたんだよな。意外とまあ初期面の中では、初期 J リーガーの中では、まあ1回2回後のワールドカップを見据えた中では、まあほぼほぼオール C にテクニック B ぐらいだから、結構ありっちゃありだったような気がする。あ、で中村忠が一応あれなんだよな、能力爆発的なものをしてオール C ぐらいになったんだよな。意外と使える、そんな感じだね。うわ、ゾノやったな、変えたな人生を。ゾノが人生変えやがった。